やあみんな、今日紹介するのは、ダン、ダン、ダン。ダイヤルファイター VS トリガーマシン入浴剤だよ。入浴剤が溶けるとパーツが動くピークル型マスコットが出てくるんだって。4種類の中のどれかが出るから何が出るか楽しみだな。今回は3個で挑戦してみるよ。袋を開けてみると、赤いびっくら卵が出てきたよ。アップルのいい香り。ビニールを剥がして、3個同時に、お湯の中に、投入。うわぁ、大変だ。緊急事態だ。でも、溶ける様子をみんなにお届けしたい。溶けるまで、早送り、スタート。さあ、溶け切ったよ。中に入ってたのは、レッドダイヤルファイター。前の部分と翼の部分が動くよ。次はイエローダイヤルファイター。左右の部分と後ろの部分が動くよ。ここが回せるみたい。最後はトリガーマシン1号。前の部分がガシャーンと動くよ。4種類中3種類も当たったよ。やったね。みんなは遊ぶときはお風呂でやろうね。絶対真似しちゃダメだよ。今日はダイヤルファイター VS トリガーマシン入浴剤を紹介したよ。また見てくれたら嬉しいな。それじゃ、バイバーイ。じゃんけんタイム。最初はグー、じゃんけんポン。チャンネル登録よろしくね。